マットグロッソ州は、ブラジルの中西部に位置する州。州庁所在地は、クイアバ。略称は、MT である。ブラジル中西部地方に位置する広大な州で、ロンドニア州、アマゾナス州、パラア州、トカンティンス州、ゴヤス州、マットグロッソドする州に隣接しているほか、ボリビアと国境を接している。総面積は96,806.9平方キロメートルで、 ブラジルで3番目に広い州である。北にパラー州、アマゾナス州、東部にトカンティンス州、ゴイアス州、南部にマットグロスソドスル州、西部にボリビアとの国境に囲まれている。実差は州全域においてブラジリアより1時間遅い。南西部の一角に世界的に有名な大湿地帯パンタナールがあり、その北部へは州とクイアバからアクセスできる。 地名の語源はポルトガル語で深い森を意味する。1494年に締結されたトルデシリアス条約により当初はスペイン領であった。最初の入植もスペインのイエズス会宣教師が行ったが1680年にサンパウロからの開拓者によって駆逐された。1718年に金が発見されると入植者が相次ぎ1748年に ポルトガルによって総督府が設置された。農業が主な産業で特に牧畜が盛んである。広大な面積を利用したサトウキビや綿花、大豆、米などの栽培も行われており、特に大豆の生産においてはブラジル国内で最大級である。また、州の南部にはパンタナールがあり、多くの観光客が内外から訪れている。州都のクイアバには マルシャウホンドン国際空港があり、ブラジル各地から便が乗り入れている。面積が広大なため小型機による移動も多いが、州内の飛行場には未舗装の滑走路しかないところも少なくない。自動車による移動も重要な交通手段だが、都市を離れると未舗装道路が多い。また、場所によっては、道路が水没するため浮きの陸上移動が困難になる場所も多い。 その他農業州らしく、近距離の移動には、馬や、老バも多く使われる。人口は2010年の時点で303万5122人で、ブラジルの州の中で18番目に多い。ただし、面積が広大なため、人口密度は1平方キロメートルあたり3.4人に、止まる。ありがとうございます。